アギラー、抹消。西武は8日、主軸打者、ヘスス・アギラー内野手の出場選手登録を抹消した。メジャー通算114本塁打を誇る新外国人の右打者は今季、開幕から30試合に出場。4番打者として29試合に先発出場を果たしていた。4月13日のソフトバンク戦で来日第1号の本塁打を放つと、14日には2試合連続となる第2号をマーク。しかし4月下旬頃から調子を崩し始め、打率は2割台前半まで落ち込んだ。3日からのソフトバンク3連戦では全て4番で先発出場したが、13打席無安打と結果が出ずに苦しんでいたが、右足首痛の影響で登録抹消となった。また、今季中継ぎで12試合に登板していた水上義信投手の出場選手登録も抹消した。期待するの、アギラーメタ。ビシエドってまだ使えそうかな？アギラーは使わないなら、ベンチに置いておくのは無駄だけれども。早めに諦めた方が良いね。これで本物の外国人観光客。チケットの外れが続きますね。何より監督が外れでしたね。コルデロと友倒れになるとは、苦しいな。ついでに松井と平石も解任してくれよ。メジャーで35本ホームラン打ったことあるのにな。さようなら、獲得時は期待するけど、反比例することが多い。今年の4番は、おかわりくんさんでいきますか。故障あったらなぜもっと早く動かないん。右足痛なんか怪しい気配だな。神のお告げかいな。ブランドン早く、この窮地を救ってくれー。レジェンドゲームでホームランを打った、メヒアに声かけて、帰ってきてもらった方がマシかも。遅いよ遅い。なんで、スタメン外れた時点で落とさないんだよ。2軍で調子が良い時に上げない選手もいたな。ヤフコメミンはだいぶ前から言ってたね。OB たちを中心に、カブレラの再来と絶賛し、山川以上の活躍をするだろうと期待していたようだが、どこがカブレラなんだ？誰が上がってくるかはわからないけど、打線が良くなる期待が全く持てないよ。